隊は西門へ、大隊は北門へ向け。おお、誰か誰でないぞ。大隊は北門じゃ。大隊は北、大隊は北、打ち上げ、打ち上げ。隊罰を耐えつけないぞ。隊罰まで撃つな、撃つでないぞ。全ての口は押さえました。もはや歯向かう兆しもありません。あとは火を放つのみ。いや、秀吉殿から命が下っておる。待つのが一番とな。何故。とにかく待て。あの頃はいろいろなところへ参りました。あの頃。ええ、あのお方と旅をしました。何年も何年も。海というのは国によりて、また季節によりて、ほんに違う風に見えました。あのお方は海には顔があるとよく申しておりました。貧しかったけれどとても楽しかった。あのお方もよく笑っていて、長い旅がようやく終わります。光秀様、16世紀戦国、群雄割拠した諸侯は戦に明け暮れ、世は乱れに乱れた。やがて現れた織田信長が天下統一に向けて動き出す。そんな時、忽然と歴史に登場し、わずか14年で再び歴史から姿を消した一人の男がいる。明智光秀である。彼は当時滅亡寸前だった足利幕府の将軍義明を探し出し、信長に引き合わせることで織田の家臣となった。そして異例の出世を遂げた。だがなぜか突然信長を殺害。その直後には同じ家臣の豊臣秀吉により討たれたという、世に言う三日天下である。光秀はなぜ信長を殺さなければならなかったのか。戦が始まるのかの。えらい、こっちは荷造りせんといかんの。この年織
織田軍京へ受落。このお方が織田信長様にございます。今日上洛の目的は足利幕府の後継者でありながら長きにわたり不遇を囲っておられた義明様を京にお連れし、朝廷から征夷大将軍に任命していただくこと。そうすれば信長様は将軍様の一の家来として諸侯に睨みを聞かせることができるのです。止まれ。何者じゃ。隊列を乱すな。参れ。あっ、へい。その顔を晒せ。承知。光秀にござりまする。なんじゃ、わらじ殿か。なんと領外な。信長様のめでたきに刺客まがいの身なりで突っ込んでくるとは何事か。これ新参者が。ついえ。はっ。お前の声の方がよほど領外じゃ。黙っておれ。はっ。申せ。はっ。昨今京においては所持不穏。義明様並びに親方様の受諾にあたりましては警備が要。つい先ほどようやく不穏のものなしと見定めました次第。それでその誇りか。はっ。お見苦しきことにて。生真面目な男よ。恐縮至極に存じまする。邪魔じゃどけ。はい。木下殿。じゃが親方様は薄汚れた顔がお嫌いでな。薄汚れておるとは無礼であろう。まずは顔を洗い出さねえ。これこうして。いらぬ世話でござる。顔くらい己で何とでもする。ははは。うわあ。涼しいな。ははははは。猿。は暑い。はい。そう思いまして、親方様のためにこの猿目が水を用意いたした次第だな今。おっと。小ざかしいやつめ。この頃光秀様は木下様と出会ったばかりでした。ですがこれが光秀様の運命を大きく左右する出会いとなりました。織田のうつけがわしを担いで京に上り利用し、自らは手広く領地を広げるつもりじゃ。何が天下無じゃ。とは申せ、そのおかげで上様は征夷大将軍に任ぜられまする。その方はどちらの家来じゃ。織田のうつけか、それともこのわしか。どっちじゃ。それがしが信長様に上様をお引き合わせ遊ばさねば、上様はいまだあのあばら家にて寝起きされていたはず。このプレモンが
今こそ征夷大将軍として天下に号令しようというこの時に小さきことを申されまするな。それがし、織田家中においては二足のわらじと揶揄されております。上様は織田家にお引き合わせした功により織田家からも禄をいただいておりますゆえ、上様はこのわらじを存分に履き潰されませ。何しろ二足ありまする。さぞかし履き潰しの甲斐もござりましょう。ただし信長様とはくれぐれもご懇意に願わしゅうござりまする。父上。なんじゃ。あれだけの軍勢を京に登らせたのに、まあよくこの金子で済みましたな。わしは無駄遣いはつかぬ。しかし程というものがございましょう。家中には父上のことをケチ臭いなどというのも。ケチ臭くて何が悪い。贅沢三昧したい放題で天下を束ねたとて、そのような家に民はついてこない。そのような資格締めを申されるばかりでは木下殿には到底かないません。何だそれは。信長様に気に入られるには日々知恵を絞らねばなりません。ただ生真面目なだけでは損をします。生真面目のどこが悪い。明智殿、明智殿、明智殿。無礼でありましょう。あ、いや、これは失礼。どう、そちらのお方はどなたかの。義理の息子にござる。明智秀光と申しまする。木下じゃ。ところで明智殿、信長様が高狩りをご所望での、どっか良いところしなのかの。それがしに聞かずとも、ご自分で探せばよろしかろう。よっしゃ、田舎者へ今日のことはよう分かるのじゃ。頼む。それがしが直に信長様に申し上げる。いやいや、良きところを教えてくれるだけでよいのじゃ。いつぞやの王家の二の舞はごめんこうむる。ん？その方、それがしに水を進めるふりをして信長様のご機嫌を取ったであろう。あ、いや、誤解じゃ。飲みならず、たった一杯の水で京の者どもにまで媚びを打った。わしはそのようなやり方はすかん。本に気まじめよの。去る。は。山城昇竜寺城で岩成友道、摂津芥川城で三好長安、挙兵じゃ。誠にござりまするか。この柴田勝家、信長様より先陣を仰せつかった。出陣じゃ。は。わらじ殿は書き物でもしておれ。じゃじゃ。それか。先人は武士にとり何よりも誉れになること。一番屋にて敵を倒すは向こうは計り知れん。必ずやこの大任を全うし信長様のために。出た。何だ。貴様にそろばんなど必要ない。戦だ戦。抜き上げをする気か。そのままそれだ。やれ。猿。は。何度抜き掛けすれば気が済むのじゃ。抜け掛け。それがし抜け掛けした覚えなどとんと。先人のわしを出し抜き真っ先に突っ込んだではないか。わざとではございませぬ。それがし無我夢中で何も覚えて。嘘つくな。逆洗いをしながらわしの前をかけていったではないか。わざとじゃ、わざとじゃ。本に覚えておらぬのです。勝家の不満もっともじゃ。猿、わざとであれば、その首この場で叩き落とす。まことを申せ。親方様、わざとではございませぬ。されど柴田殿にはとんだご無礼を働き
親方様にこの首ともされようとも致し方ござりませぬ。何もそこまで泣かすともよい。庭、何をする。誰でも一番槍が欲しい。知らずに抜け駆けになることもある。かばうのか。柴田殿は常日頃出陣が遅い。それほど抜け駆けが嫌なら精進せの滝川殿。いや勝家、許してやる。猿の首飛ばしたところでつまらん。こたびは庭に免ずる。じゃが次はない。かたじけのうござりまする。相変わらず見苦しい。そこの金冠、前じゃ光秀は。お前の頭はテラテラとよう光る金冠じゃ。その方、京奉行を命ずる。はっ。猿と共にじゃ。はあ。何故木下殿と。互いを補え。恐れながら、それがしに何か足りなきところでも。鷹狩りに参る。これからは同じ奉行じゃ。何ぞ吉谷の。いやー、それにしても百姓でのこのわしがの今や京奉行じゃ。世の中に市中の見回り、将軍様の警護、地侍への根回し、謀反の目をつむ三段、やることは山ほどある。まあまあ、そう固いこと言わずに、これからとにかく手を携えてよろしくやろうでありますな。あ、一つ聞きたい。うん。本人無我夢中になり柴田殿の先を行ったのか。明智殿までお疑いか。いかがなされた。いえ、何も。では、今日より吉名に。それからほどなくして、吉明様は朝廷より征夷大将軍の宣言をお受けになり、晴れて足利幕府第十五代将軍となられました。いやー、めでたい。これで天下晴れて親方様は征夷大将軍の一の家来じゃ。勝家、家来とは何事じゃ。よい、確かに家来じゃ。じゃが、この一の家来は天下無敵。何しろ将軍様のお墨付きで天下の諸侯に号令できる。当然、異を唱える諸侯あらば何はばかることなく打てるのじゃ。これは
大きい。まったくめでたきことでござる。これで親方様の天下不武はなったも同然じゃ。それもこれも明智殿が将軍様を連れてきてくれたおかげじゃ。いえ、それなしは何も。金冠、その方の働きで世が少し動いたわ。はあ、恐縮至極に存じ奉りまする。堅苦しい。飲め。はじゃが油断は禁物じゃ。あの将軍殿は狸よ。手綱を引き締めておけ。はいやー、めでたい。本にめでとうございまするぞ、親方様。それがし、たぬき踊りをお見せいたしまする。スポン、スポン、スポン、ポン。飲んで飲まれてまた飲んで、月に浮かれて腹鼓。スポン、スポン、スポン、ポン。猿がタヌキを踊るか。よいよい。夢のよ。ポン、ポン、ポン、スポン、スポン、ポン。光秀。たぬき林もにぎやかん。スポン、スポン、ポン。殿、父上、珍しいですな。大きく外しましたぞ。そういう日もある。心中お察しいたします。何ほどのこともないわ。あいたた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 。いきなり参っては驚くではないか。おた様のご家中はいかがでございます。何でもありじゃ。猿まで出世する。まあ、お猿、お猿、お猿。おう、つけるな。お猿などと愛嬌のあるものではないわ。さあ、父上にお着物を当てます。父上と遊びます。玉、茂、ほれ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 、向こうでみんなで遊ぼうかな。さあさあ、父上は忙しいそうじゃ。ほら、タマも今日の珍しいお菓子があるでの。みんなで食べよう。さあさあ、行こう行こう行こう。よりによって猿と同じ奉行など馬鹿にするにも程がある。信長様は一体何を考えておるものやら。何がおかしい。眉間におしわが。よくないお顔にございますよ。諸国を旅した頃はそのようなお顔では。おなごと違うて鏡など見ぬ。シワなど気にしておられるか。ようございました。ようお似合いに。他にもお召し物をお持ちしました。当ててみましょう。Ha ha ha!
尾根様、木下様の奥方様にござります。お勤めはいかがなされました？わしは時間かけんでの、そっちは金貨は、あ、明智光秀っちゅう達者なもんがおるで、お任せじゃ。格のないもんはの、戦に出て功をあげるしかないのじゃ。ところが近頃トンと戦がのうなってしまっての。このままではわしは旅臭い都のお守りのまま人生上がりじゃ。いつからそのような戦好きになりました？何を言う、わしは戦は嫌いじゃ。では早う戦の世を終わらせることです。あのな、それができれば苦労はせんのじゃ。お前様ならできますよ、アホですから。あ戦は理屈で終わるものではありませぬ。頭の切れるお偉い方々はそこがわからないのです。理屈無用のアホならできまする。アホはアホ言うな。ごめん。おお、これ半兵衛殿。五六殿、達者でしたか。はあ、どう、今年の大根はうまそうですな。しばらく戦がないゆえ畑が荒らされることもなく、ただいま杉を、いや、木下殿と共にすぐに立たねばなりません。なんじゃ、草がつかみました。今日にて三好衆が動きますのぞ。何、将軍様ご当流の本国城を襲う気兵が戦にござりまする。戦でござるか。あそんなにバカ笑いすると顎が外れますよ。一の隊は東、二の隊は西を固めよ、三の隊は火消しの奥へ持て。はっ、一之、どうする、どうするのじゃ。昨日すでに三好衆謀反の気配をし、万端整えております。助かるのか、わしは助かるのか。よい、今上様に死なれては織田家の今日までの努力も水の泡。貴様、秀光、上様を頼む。後輩は必ず言われたけせよ、一人たりとも廊下に上げてはならん。のけば見逃す、のかねば食う。のけば見逃す、のかねば斬る。のけば見逃す、のかねば急。表門と裏門を固めよう。
敵味方問わず傷を負った者の手当てをせよ。はあ、いやはや消し殿もあっぱれしごく。木下殿、読み書きのみならず何たる戦上手、感服つかまつった。こりゃわしの出る幕はないようじゃの。ではごめん。参るぞ。サロメ、何をしに来た。明けすのがあれほどの剣の使い手とは。あの刀三尺六寸はあれだけの長刀でそう簡単にできる芸当ではなかった。あの男を得体が知れぬ。だからこそ信長様に召し出されたのじゃ。光秀様は将軍様をお守りした功により信長様より直々に三千貫を賜り、私に文で知らせてくださりました。そしてその文とともに。小さな仏様が届きました。たまにも見せてくださいませ。いけません。お座りなさい。ご覧なさい、美しい仏様ですね。ですがこの時はまだその仏様にどのような意味があるのか計りかねました。この頃より木下様もまた戦が終わるたびに尾根様に贈り物をされるようになられたといいます。それから一年の後、信長様は越前の朝倉義景殿の本陣を攻めるべく金ヶ崎城に入られました。柴田殿、もう勝利は目前じゃな。残るは朝倉義景のみ。このままの勢いで木の目峠を越えれば一気に落とせます。親方様、我らが織田軍は無敵にござります。ご住職、朝倉に同調し大見にて浅井長政殿御門。何バカな。浅井殿は手立ては問わぬ。草をすべて放ち、さらに詳しく調べる。はっ、浅井長政殿は親方様の義理の弟君じゃないか。それが何や朝倉とつるむ。それが分かれば苦労はない。それより今策を立てるが先にござろう。ご一同いかが。仮にここ羽ヶ崎から木の目峠を抜けて朝倉本陣に向こうた場合、朝倉と手を結んだ近江の浅井が南と西からなだれ込み退路を塞がれます。朝倉を落として籠城すればいかに。我らは三万、籠城するには多すぎまする。兵糧が足りない。そんなものは気合で乗り切るのじゃ。しかもここは越前、春とはいえこの寒気、一度雪でも降れば兵が凍えます。それで終わりにござります。ではどうする。ここは撤退しかないでしょう。撤退？今は後々の戦に備え兵を温存するが肝要。バカな。織田の軍勢が尻尾を巻いて逃げるなどあり得るわ。撤退もまた立派な戦術でござる。見過ぎだ。金冠。はあ。あのタヌキの差し金ではないのか。跳ねっ返りの将軍殿の仕組んだことではないのか。夢夢そのようなことは。その方必ず生き延びよ。そして誠のところをわしに伝えよ。は
撤退じゃ。全軍京へ向かえ。はっ、親方様。なんじゃ。さらかし、全軍撤退にあたり新狩りを務めさせていただきとうございます。新狩りはトカゲの尻尾切りさ、本体を逃すためのおとりじゃ。さ、それを分かって物を言うておるのだろうな。はあ、切られた尻尾に敵が鬼のごとき食いついてくる。まず助からんぞ。親方様をお救いしたいだけじゃ。それだけじゃ。親方様、早うお逃げになってくだされ。このサラメが敵を食い止めまする。ご中心、北海、西海にて浅井全軍布陣、椿坂、余呉、木之本を固められました。数は5000か6000か。総勢5万。ほんにこれにてお別れにございまする。許す。金冠は生きよ。去る。死ね。はあ。暖かいところで死にとうござったな。すまん、ほんにすまん。もう行きます。敵陣やるな。親方様をお守りするのじゃ。荷物狂いで戦え。鉄砲隊員前へ。ごめん、どうせもうダメじゃ。秀光、戻るぞ。何を仰せられます。待て、親方様の命を忘れたのか。必ず生きて戻れ。今やそなたは織田家にはなくてはならぬもの。かたじけのござる。ですが戻りまする。何故じゃ。もし将軍様の策謀ゆえこのような事態になったのだとすれば、責任はそれがしにあります。そのせいで木下殿が死んだとあらば寝覚めが悪い。この先に変わってはならぬ。
砲台2番前へ。木下隊伏せよ。なんで王のお箱を真似た信長様に媚びを売る。あお死ぬぞ。死なん。その方を救えばわしも信長様に好かれよう。アルピが来ます。敵が助からん。絶対助からん。そろそろ潮時だ。今引けば皆京へ帰れる。手遅れじゃ。しんがりを買って出た者が今更うろたいてなんとする。それ悪い教授だって桜と会ったわけではないわ。采配しても構わぬか。何とする。全軍に散る。はあ、これより撤退する。刀、鉄砲、旗差し物は全て捨てよ。鎧も脱げ。ダメじゃ。後ろから撃たれたら終わりですぞ。とどまれば全滅。とにかく身軽になって逃げるしかない。ほほう、この手があったか。バカ笑いをするな。狙い撃ちされるぞ。光秀様のとっさの機転により信長様は申すまでもなく、しんがりを務めた皆も無事京にたどり着きました。今一度伺いましょう。浅井長政に密書を送っていないと。当たり前じゃ。貴様国元を戦で追われ物乞のようにさまよっておったのをようやく世に出してやったわしに意見するのか。いつからそれほど。信長様に知らせるには密書の実物を手に入れねばと思い、上様のせいで三万人が命を落とすところでござった。戦の世じゃ。三万が何ほどの。何ほどとは何事か。兵が三万としてそのうち二万に妻がおります。かけて四万。兵一人につき子が三人いたとしてかける六万。妻と合わせて都合十万。一人者の兵一万を足して都合十一万。いや、その父母を足せば都合十三万。祖父母まで足せば都合十七万。たったこの一枚の密書のせいで17万の民が嘆き悲しむところだったのですぞ。その方が倒した朝倉にも同じ計算が成り立つわ。だからこそ戦の世を終わらせねばなりませぬ。にもかかわらず上様は武田信玄に上杉謙信、朝倉に浅井に、合わせ比叡山延暦寺にまで密書を送り、信長様を囲み潰そうとなさっている。とんでもないことでございます。だったらなんじゃ。わしで天下を欲しい。密書を送ろうがどうしようがわしの勝手じゃ。信長様のほかに今のこの乱れた世を束ねるお方がいらっしゃるとお思いか。わしは信長が恐ろしい。あれは鬼じゃ。鬼にこびる者はいずれ自らも鬼となるぞ。それで戦の世が終わるなら鬼にでも何にでもなりますよ。さもありな。金冠
は。よう生きて戻った。よう誠のことを伝えてくれたわ。は。明智光秀がおらねば、織田は金ヶ崎でついえておった。生涯忘れん大義じゃ。はは。その頃届いた光秀様の文には、信長様の信を得、近頃四国上場と書かれておりました。ところが翌年、驚くべきことが起きました。つまらない戦じゃ。所詮船しか取れぬ今浜の田舎者が親方様に謀反など消失千万。織田の力を思い知るがいいわ。いや、この辺りの地侍は侮れん。油断は禁物。親方様、お呼びにござりまするか。ついてまいれ。はっ。なんじゃ。いや、おお、すごい波じゃ。されど、いい心持ちじゃ。どうじゃ、金管入ってこんか。いえ、それがしは。なんじゃ、あの山はわかるな。はあ、比叡山にござります。前山に延暦寺をいただき、その伽藍は峰々に散在し数知れず、建立からおよそ800年、名だたる名僧を数多く生み出した祖坊主どもの巣窟じゃ。そのクソの飼う僧兵五千、あの山で肉を食らい女を漁っておる。焼け。ただの腐れ寺ならば放っておくわ。じゃがあそこには浅井朝倉の残党がかくまわれ、わしの寝首をかかんと目をぎらつかせておる。恐れながら天罰が下りまするぞ。何しよう、永山に手をかけたとあらば。クソ坊主どもはわしを亡き者にせんと武田上杉と手を携えた大バカ者じゃ。その方、総大将を命ずる。できませぬ親方様。ご再興。仏に天下布武ができるか。できまい。永山を焼いたとあらば、民は親方様を何と申しましょう。たとえ天下を束ねたとて、仏に指引く者として。峻険な山戦、僧兵五千を叩き潰すためにはただ火をつければいいというものではない。難儀じゃぞ金冠。どうなされた。
信長様は何の話でござったかの。焼き魚をご所望でな。何を焼くか相談した。焼き魚、忙しいのですよ。また後で。五千の僧兵が各伽藍に置かれているのみならず、水備えは盤石。山に火を放っても水をまき、木々を間引く手はずを整えておるよし、仮に一つ落としたとて、三つの峰には伽藍が点在しております。一気に全てを落とすは至難。しかも闇雲に火を放てば、我が軍が煙に向かれ立ち往生いたします。父上、気分が優れませぬか。いや、で、大原川は、これも峻険な崖にて裏から攻めることは極めて至難。もはや寺ではない。これはよくできた山城じゃ。いかがなされます。草を仕込め。根殺衆に南蛮火薬を持たせ、時を同じうして各伽藍を吹き飛ばす。その上で一気に僧兵をなぎ倒すしかない。は。本体はわしと中川殿、佐久間殿、一度三井寺に集まり、そこから参道を登る。大原川は柴田殿だな。崖をよじ登ってもらうほかあるまい。丹羽殿には北口から攻めていただく。木下殿は当日は対岸の今浜に布陣させる。今浜では木下殿針の穴に糸を通すがごとき戦じゃ。猿の突飛な思いつきでかき回されたら、全軍が叡山と共に灰になる。退ける。秀光、草を使い噂を流せ。今浜一帯に再び謀反の気配ありと。しかしあの辺りは近頃四国平穏に。猿に餌をまくのじゃ。叡山の一件を知らねば猿は餌に飛びつく。何としても叡山から遠ざけろ。父上、総大将はわしじゃ。猿ではない。秀光。はあ。そなたはそうも女子も切るなよ。玉と茂が寂しがっております。いつも急にお戻りになり、かと思えば長い間お戻りにならず。すまん。信長様より領地と城を賜るまでの辛抱じゃ。城を建てれば皆で暮らせる。でもご心配なく、その度に申しております。どんなに陶器に追わそうとも、父上はこの仏様と共にお前たちを見守っていると。大げさな。わしは仏ではない。いかがなされました。また眉間におしわが。そなたも玉と同じか。いえ、お勤めが何より大事ですから。嘘を申すな。
ぜこのわしが。近頃腰が痛いんじゃ。柴田勝家殿はすでに大原口に布陣。半時のうちに各伽藍が南蛮火薬にて吹き飛ぶ。それが合図である。あいつと同時に本隊は山道より上を目指し、北口の庭隊と合流。大原口よりの柴田隊と共に敵を殲滅する。各人各隊くれぐれも規律を乱さぬよう。以上である。はあ、押せ。まことのことを申してくれぬか。頼む。嘘など、めっそうもございませぬ。無本なんてそんな。いや、確かにこの辺りで無本の噂が。じゃ、燃えてる。信長様じゃ。永山に焼き打ちをかけたのでございましょう。何にもあれだけの爆発は南蛮火薬、伽藍を吹き飛ばしたのです。わしは何も聞いておらんのぞ。今浜謀反の噂は嘘八百。何者かにはめられたようです。
雲は火の海じゃ。急ぎ降りねば煙に巻かれる。もはや叡山は落ちた。抜きましょう。ああ。一人残らず。そう言うたはずじゃ。しかし、そうやって度胸だけしておればよかったんじゃ。さかしらに天下に手を出すからそうなる。貴様らの大好きな仏のもとに参るがよい。残らずじゃ。来る着物は全ていらん。何をグズグズしておる。金冠。木の下だ。サル。ああ、黒親方様。今浜におったのではなかったのか。どうにか間に合うたようにござりまするな。おい、ご覧くださりませ。下のおからんより仏様をお救い申し上げました。仏を救った。はあ、このようなたおやかな顔を燃やしてしもうては罰が当たりまする。サール。親方様、火の回りは早うございます。すぐに今朝も。もう余裕は引け。援軍撤退じゃ。撤退。木下殿、今浜からどうやって。漁師から船を買い取り湖を渡ってまいりました。琵琶湖沿いの街道を回ったのでは間に合わないと思いましてな。そうか。旧地の功が認められた光秀様は近江の国坂本の領主を任ぜられ、湖沿いに美しい城をお建てになりました。坂本城と申します。名を変えた。木下殿は。はあ、柴田勝家殿の柴の字と丹羽長秀殿の羽の字をもらい、羽柴秀吉と名を変えたよし。
父上への当てつけにござりましょう。永山焼き討ちの子を妬んでおるのです。そもそも名を変えるなど宇治出場を怪しげなる百姓のすること、お気になされますな。いや、はあ、あれだけの急場にこの広い湖を一気に渡り、仏像を炎より守り、そしてあの世わしに遠ざけられたのを知りながら何も言わなかった。太鼓を上げたのは父上ですぞ。猿ではござりません。では聞くが、お前に同じことができるか。いや、お猿が何なの。父、お猿がどうしたんですか。父上はお猿なの。かましげ、あちらにお行き。母は父上にお話があります。父上、父上、どれどれ、かましげ、船でも釣りに行こうかな。猿がいる。おなどつけるでな。さあさあ行こう行こう。猿など釣らなくてもよい。さあさあ、よし。猿は釣れない。なんじゃ。お城が出来上がるまでとは思い控えておりました。だからなんじゃ。何故永山に火をおかけになりました。私どもは御仏を焼いた見返りに皆で暮らせるようになったということにござりまするか。信長様の命じゃ。信長様が仰せになればどんなひどいこともなさるのですか。好きで焼いたわけではない。私は恐ろしゅうございます。こんなことになるのならたとえどんなに貧しくともあなた様と二人で諸国を旅していた頃の方がよほど幸せにございました。戦の世を終わらせるためじゃ。そのために鬼になるのは信長様だけでたくさんです。父が永山に火をかけたなど私はこらに何と申せば。ひろこ、将軍様が襲われた時あなた様は敵兵を切りました。それがいたたまれず戦の世を一日も早く終わらせたいという願いを込めこれを私に送られたのではないですか。なのに父上、町の衆が。光秀にござる。わしが永山に火を放ち大勢の僧を斬った。わしは鬼じゃ。
我が妻もわしを鬼じゃと申した。殺されても文句は言えん。ならば皆の刃を甘んじて受けようと思う。だがもしわずかなりとも猶予をもらえるならば、この坂本、いや近江一帯を戦なき地にしたい。田を耕し、魚を取り、船にて商いをしたい。許されるならば皆と共に暮らし、近江に戦なしと各地に触れ回りたい。すまなかった本人、 すまなかった。嘘をつけ、騙されんぞ。そうだ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 。トマゴイじゃと、わしを見捨てるというのか、信長の犬になり下がるというのか。戦の世を終わらせるのです。きれいごとを申すな。坂本に城を与えられ、わしから信長に尻尾振って乗り換えようというのであろう。武田が、上杉が、上様が密書を送られた各家がこの混沌を収められるとは思えませぬ。無論上様も同様、民と同じ景色を見ることができぬ者に天下を束ねることはできませぬ。信長の鬼にそれができると申すか。それがし、信長様を神などと思うてはおりませぬ。おそらく難しゅうござりましょう。では何故。毒をもって毒を制する。それより先は神のみぞ知るということです。ごめん。翌年、義明様ご謀反ですが、信長様にあっけなく敗れ、京より放逐されました。おい、今も一杯飲むか。おい、精が出るの。お、これか。こら、無礼だろう。おいおいおい。光秀様は坂本の人々と共に生きようとなさいました。荷船の往来が随分増えたな。いい、新たに船着き場を普請した方がよいかの。おおのう。よっ、よし。おお、父上。おお、危ない。秀光、何です。よし。やがて人々は光秀様の人柄に触れ、少しずつ心を開き、いつしか慕うようになりました。よし。なんじゃ腰が座っとらんの。
羽柴殿、鎌はこうして使うんじゃ。ちょっと貸してくれんかろう。うまい。何かご用か。あ、これは失礼しました。お願いの、うまい大根作ったで。近頃暇じゃし、皆に配って歩いてるのじゃ。これ、ん？大根。おお。年に身がつきゃ興奮が垂れる。垂れる興奮は黄金色。急ぎ煮てみましたが、いかがでございましょう。はあ、片付けのござる。では早速。うまい。いやー、これうまい。鬼に煮方を教えてくれまいかの。そのような。おさる、おさる、おさる。おをつけるでない。立ちなさい、行きますよ。ではごゆるりと行きますよ。おさる、おさる。これしかしまさか本当に大根を持ってきただけとはの。久方ぶりに釜を持ち稲を刈り申した。重い稲穂でござったの。豊作じゃ。本に手間がかかっての。お、春に田を耕し苗を植えて少し育つと今度は余計な草が生えてきよる。毎日見張ってそれを買って風通しを用してやっての。案外これが大事での。風が田を通らねばうまく育たんのじゃ。夏が来ますじゃろ。今度は虫じゃ。これがとってもとっても後から後から湧いてきよる。これまた毎日目を光らせて。秋がこれまた大事での。稲穂が実り始めとさあ鳥が来る。あいつらせっかく実った米をついばむのじゃ。あしゃ子供の頃、かかしの代わりにずっと田んぼに突っ立って鳥を追っ払ったこともありましたわ。そうやって春から秋までを大騒ぎしてようやく稲刈りじゃ。じゃからわしは稲刈りが一番好きでの。何やら今日は嬉しかった。じゃがのたった一度の戦がそれを台無しにしよる。じゃから戦は嫌いじゃ。そうじゃな。あさあ、ああ、片付けない。お猿の尾はいらんの。数年が瞬く間に過ぎていきました。山陰道の諸将は織田家に服従いたしております。光秀様と羽柴様は互いに功を重ね、織田家中で次第に重き地位を得ていかれました。去りながら世の騒乱は一向に収まる気配はなく、
信長様の安土城が出来上がりました。不思議な音色じゃの。あの木箱はどのようなからくりで。何なんのことはない、中に南蛮人が入っておるのよ。何？南蛮の八祖教は単に信仰にはとどまりません。イエスの教えをもって布教の名のもとに諸国を平らげる所存にて。それで？八祖を直ちにご禁じなされません。ようやく束ねつつある諸国を南蛮人に奪われまするぞ。わしに意見いたすか。お待ちくださいが。危ういと申しておりまする。どうか。八祖の方が焼き殺してくれた坊主どもよりよほどマシじゃ。奴らを手なずければ海の彼方、地の果てまでも交易の手を伸ばすことができる。所詮諸刃の剣じゃ。海の彼方よりまずは民の米が先にござりまする。民の飢えを忘れ海の彼方にこぎ出すべきではありません。金管風情が何を抜かす。くだらん。橋場殿、諸刃の剣は八祖ではない、信長様じゃ。そして光秀様が信長様にお仕えしてから14年後のその年、織田軍は武田信玄殿の嫡子勝頼殿が率いる武田軍を撃破。武田家は事実上滅び、お見事お見事。丹羽、一昔前なら武田を葬ろうなどとは思いもよらなんだな。何やら夢のようでござる。な、明智殿。だがそれも我らの奮陣努力の甲斐があったればこそ。今何と申した。はあ、奮陣努力したるはその方らか。いえ、そのようなつもりでは。方向の跳ね返りを抑え天下奮を推し進めてきたはこのわしじゃ。盛り上がりよってこの金管が。乱丸、この者の血で廊下が汚れた、拭いておけ。
酒はお傷に障りまするぞ。ああ、どうじゃ、一個。すぐに備中高松城攻めに戻らねばならぬゆえ、お別れの挨拶に参った。それはかたじけない。高松城はまだ落ちんのか。手ごわい。水攻めをしておるが、よう耐える。水攻め？何故すぐに攻めいらん。それでは人が死ぬ。殺さずに白旗を上げさせたい。それには待つのが一番じゃ。とはいえ難しい。兵は足りぬ、米も足りぬ。土地の米を高低に食わしておるが、独り占めは土地の者に恨まれるでな。この先織田家はいかが相なるか。何か良き策がござれば備中まで知らせてくれぬかの。約束する。ではこれにて。一つ聞きたい。何か。敵が白旗を上げた後どうする。決まっておる。わしらと共に稲を作り畑を耕すのじゃ。申し渡す。明智日向守光秀、近江と丹波の支配を解く。しかしようやく収穫も増え、土地の者とも馴染み。土地は切り取る者じゃ馴染む者ではない。一つ切り取れば直ちに次へと移る。それが天下布武じゃ。新たに領地を与える。石見と出雲じゃ。恐れながら申し上げます。出雲石見は未だ敵地にて織田家中の者にあらず。ならば切り取れ。戦にて領国を落とし我が領地とせよ。猿はいずれ備中を落とす。西の支配はその方と猿に任せる。宇宙大義。親方様、国は切り取ればよいというものでござりませぬ。その後我らは地を這うがごとき神君に耐え、土地の者と和解し束ねてゆかねばなりません。今の織田家にその力ありやなしか。国とは何じゃ。国とはイスパニアでありポルトガルであり日本じゃ。たかが岩見、たかが出雲がいかほどのものか。天下を束ねるためならばいかなる犠牲も犠牲にあたわず。まだそんなこともわからんのか、金冠。秀光、もはやこれまでじゃ。信長様には先の世が見えていない。それでは全てが滅ぶ。ではいかがなされます。逆臣が一人出ればよい。逆臣？その者が信長様を討つ。信長様を？しかしそのような者は。聞け。その逆臣は正当なる織田の後継者に討たれる。そして後継者は誰はばかることなく織田家を継げるのじゃ。正当なる後継者、柴田殿、いや丹羽殿。
猿じゃ。羽柴殿にございますか。よいか秀光、猿も木から落ちるという。じゃがあの猿はそもそも木に登らん。常に地に足をつけておる。木に登らねば落ちることもない。ここらで織田は地に足をつけ踏ん張らねばならんのじゃ。父上、信長様を討つ逆心とは。その木には金冠がなっておる。その金冠が地面に落ちればよい。父上まさか。猿は落ちた金冠を食う。そして皆に言うのじゃ。この金冠を食べた者が今日から織田を率いると。なんとしぶといやつらじゃ。まさに痩せ我慢とはこのこと。明智殿から何か知らせは届いておらぬか。いえ、何か。いや、いい。もし知らせがあれば、どのような些細なことでも伝えよう。お。お寒うござりませぬか。ああ。近頃魚の荷揚げはどうじゃ。よく取れていると聞きました。そうか。そなたと二人でよく海を見たな。はい、あちこちへ行き、さまざまな海を見ました。海というのは国によりて、また季節によりて、ほんに違うふうに見える。海には顔があるのじゃ。あの頃は楽しゅうござりましたな。そうだな。今日はお日柄もようございます。久方ぶりに船でも釣りに行きませぬか。釣りか。いや、やめておこう。近頃殺生は好かん。すまんな。お気になさりますな。いや、釣ったらその場で逃がそう。よし、行くか。はい。これが光秀様の笑顔を見た最後になりました。これが異国の音色じゃ。はい。
日本のごとき小さな島を束ねるに無用の時を費やした。わしも何ほどのこともないわ。そのような、南蛮の海は瑠璃色に輝くという。蘭丸、見たいか。はい、必ず見せてやる。その前に猿の尻拭いじゃ。参るぞ。はっ。高松城を攻めあぐねた羽柴様のもとへと向かわれる道中、ひとまず信長様は京の本能寺にご逗留なされました。光秀様もまた西の羽柴様のもとに援軍として向かわれることになっておられたのですが、我らは西へは向かわん。わしを信じてついてきてほしい。だがくれぐれも言うておく、いざ命の危機とあらば何も考えず逃げよ。そして新たな世を作れ。よいな。敵は西にあらず、本能寺にあり。貴兄の門、明智殿にございます。金冠か。蘭丸。は。殺せ。Yeah!
張る。やじゃ頑張る。このような日が来ると思うたこともある。光秀！はあ！瑠璃色の海を見たことがあるか？瑠璃色の海。長いことよう仕えてくれた大義。そこはあの親方様が。約束じゃ。約束。そうじゃ。明智殿は約束を守り良き策を届けられた。急ぎ兵を返すぞ。はあ、しかし全軍率いて京に取って返すのは20日はかかりまするぞ。そもそも高松城はどうなされます？城に使者を送れ。すぐには僕じゃこのような城に手こずっておる場合ではないわ。承知。確かに明智殿に天下を取られる前に急がねばなりませんな。明智殿は天下を取るために謀反したわけではないわ。行くぞ。明智殿が待っ
ておる。どっちらしい。それは戦国の世が最も沸騰した瞬間でした。各地に散っていた織田家の武将のうち、誰が一番早く京に着き、光秀様を討ち、信長様の後釜に座るのか。より早く京に着いた者が雌雄を決する。皆の者、刀、鉄砲、旗差し者は全て捨てよ。鎧も脱げ。それは、ああ、明智殿の猿真似じゃ。身軽な兵を走らせれば5日もあらば京に着く。次の宿場で飯、その次の宿場は着物。京に入る前に刀と鉄砲を渡す。何も考えるでない。走れ。すげー、遅れを取るな。城中くまなく抑えました。ああ、ご通信。羽柴秀吉殿、全軍を率いて姫路を通過。今日に向け進軍中。備中から姫路まで3日で、一体どのような手を。大義。はあ。秀光。はあ。そなたはしばしこの城を押さえておれ。は、何かあったら坂本城に伝えよ。父上、瑠璃色の海、一度見てみたかったの。随分と遅かったな。まだこうして生きておる。抜けば見逃す、抜かねば切る。それを言うなら撃つじゃろう。
何しよう武人の最後じゃ。祈れ。海というのは国によりて、また季節によりて、ほんに違う風に見えました。あのお方は海には顔があるとよく申しておりました。貧しかったけれど、とても楽しかった。あのお方もよく笑っていて、長い旅がようやく終わります。光秀様、申し上げます。足長さんに囲まれました。全ての口は抑えました。もはや歯向かう兆しもありません。あとは火を放つのみ。いや、秀吉殿から命が下っておる。待つのが一番とな。何故？とにかく待て。あれほどの武人の奥方じゃ、名誉ある死をということじゃ。あなた方はお逃げなさい。何をせか、我らどこまでもお供いたす所存にて。一人でも多く生き延び、光秀様の意志をつなぐのです。私は逃げません。しかし、代わりになどなれませんが、せめて父上のもとへ母上をお連れしとうござりまする。秀様、きれいな海が見えまする。あれが瑠璃色というのでしょうか。
よし、行こう。はい。ハハハハハ。